こんにちは、バナナです。バナナツインツインのチャンネルが登録者数、1000名様を突破いたしましたこと、本当にありがとうございます。いつも見てくださっている方や、高評価をしてくれる方、コメントを残してくださる方、大変励みになっております。こんな、趣味の個人的な素人のチャンネルですけれども、たくさんの方が見てくださって大変ありがたく思っております。本当にいつもありがとうございます。天気がいい。私がこのチャンネルを始めた目的というのは、最初は、伊勢の方にツーリングする機会があったので、その旅の、記録として始めたものなんですけれども、私の今のこのチャンネルの目的はですね、トライアンフの良さを皆さんに知っていただきたい。あわよくばスピードツイン1200に乗る方が増えたらいいなと思って動画を撮って世に出しております。なんとありがたいことに、私の動画を見て、スピードツインに決めてくださったという方もいらっしゃいまして、本当に嬉しいです。いいバイクなんだぞというのを皆さんに伝えていけたらいいなと思います。今日はですね、1000人突破記念ということで、スピードツイン1200を褒めたたえる動画になっております。このサムネを見て動画を開いてくださっているということは、あなたも少しはスピードツインに興味があるんじゃないでしょうか。スピードツインはいいぞ。何が良いかというのを、素人目線ではありますが、もうすぐこのバイクを購入して3年になろうかというところでありますので、お話ししたいと思います。まずスピードツイン1200のいいところ、その1、なんといっても見た目がかっこいいんですよね。私このバイクは一目惚れをして買っているバイクなので、もう見た目が命なんです。で、その見た目に付随して言えることなんですけど、もうなんか結構トライアンフのバイクが多くがそうなんですけど、すでにカスタムされているような見た目、純正でもですね、なのであまりいじるところがないんですよね。なので純正で行きたいっていう方は、なんかもうカスタムされたような見た目で、完成されたバイクがもう欲しいっていう方は、ぜひこのバイクすごくおすすめです。なんかいろんなところがおしゃれなんですよ。いちいち褒めてますよ。例えばですね、まず見てください、このメーター周りかっこいい。ガソリンランプがついてるのはマジで気にしないでください、ごめんなさい。めっちゃかっこいいんですよ。で、なんかいろんなところにトライアンフのマークがついてるんですよね。ちょっと見てみます。あ、見れねえわ。このガソリンキャップの裏のここにもトライアンフのマークついてるんですよ。あ、そう、ウィンカーのところとかもトライアンフのマーク入ってて、もういちいちおしゃれなんですよね。横から見ても下から見てもですよ。こんないい女のバイクありますか。あ、そうそう、ベラベラ喋ってますけど、こういったスピードツインについて話している動画っていうのは過去に2本ほど上げておりますので、そちらもよろしければご覧ください。どんぐらい金かかったのとか、カスタムどんなことしたのとかを、撮ってますので、そちらもぜひご覧ください。はい。2つ目ですね、前の動画でも語りましたけれども、見た目の割にめっちゃ走れます。なんかもうギャンギャンに走れるんですよね。私、400cc のバイクに乗ってはいたんですけれども、その2台目のバイクで大型取って、スピードツイン1200に乗ったんですけど、なんか大型初心者でもめちゃめちゃ乗れます。下手くそな私が乗ってもそこそこいい走りができるっていうところ、めっちゃ素敵です。で、
ツインの特性としてなんかあのジャジャ馬なんですよ。めちゃめちゃギャン走りがギャンギャンなんです。同じエンジンで、セパハンになってるあのスラクストンっていうバイクがあるんですけど、そちらもあの試乗させていただいた時に思ったのがなんか本当に乗り味が全然違くて、言ってしまえばこっちの方が凶暴です。もちろん初心者の方にもおすすめなんですけれども、特になんかいろんなバイクを乗ってこられて、例えば SS 大型の SS とかも乗ってきた方でちょっとやっぱりセパハン腰体勢きついなってなってきた時に、でも走りこういうクラシカルなバイクは走りはどうなんだっていう時に、走りも削りたくないっていう方はこのスピードツイン1200めちゃくちゃおすすめです。もう超楽しいんですよ。だってなんて言ったってなんか足回りがウルトラスーパー豪華なんですよ。そんなタイヤ履いちゃうんだ、そんなブレーキいいのつけてんだみたいな感じで、あのこんなクラシカルな見た目しといて走れるバイクなんだなっていうやる気を感じる、と店員さんは申しておりました。で、私も乗ってみて、もうすごい楽しいです。こんな、気持ちいい、乗り心地最高。もうずっとずっと愛していけます、この子。はい、もうずっと大好き。よいしょ。ほんでほんで、街乗りもこなせる。で、峠ワインディング山道走ってめちゃくちゃ楽しいです。もうなんて言ったってタイヤがやる気があるので、あのなんかどんなにベーって倒してもすっげー気持ちいいですよ。ちょっとここでこそっとお教えするんですけれども、しばらくやってなかったこのスピードツインのカスタムをちょこちょこやり出そうと思っておりまして、まずはあの誕生日に旦那さんにバックステップを、ねだりました。買ってもらえそうです。なのでバックステップになります。あとまあできるのかはわからないんですけれども、やってみようという試みでセパハン化できればなって思ってます。そんなスラクストン買えばいいじゃないかって思うかもしれないんですけど、そんな野暮なことは言わないでください。あのこのスピードツインで、セパハン化したいっていうロマンがあります。1200を買おうかな、どうしようかなっていう方思われてると思うんです。スピードツイン1200の競合といえばスピードツイン900と、スラかなと、あとボンネビルも敵ですね。まあ、迷われるポイントなんじゃないかなと思います。あのスピードツインこの1200の方不人気だって言われちゃったんですけど、こんな楽しいバイク乗ってほしいな。いや乗らなきゃ損だよっていうのはなんかあまり言いたくはないんですけど、トライアーフのバイクって乗ってみたらえやば超楽しい、なんこれみたいなバイクがすごい多いと思うので、まずはぜひあの試乗行ってみていただけるとすごい楽しいんじゃないかなと思います。ガソリンがねえな。私は暖かくなったらもうちょっといろんなところにバイクで走っていけるようなそんな年にしたいなと思っているので、動画の方もお待ちいただければと思います。お楽しみに。
あなたの脳内に直接語りかけております。スピードツインはいいぞ、めっちゃ楽しいぞ。はい、今日も動画ご視聴いただき誠にありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。